運の重さ。顔1謎の女面金言を持って鳴り響く田村教授に近頃一つの秘密ができたそれは誰にも言うことのできない秘密だった 初めのうちはその秘密の生まれたことが大変教授の心を楽しませたものだがこの説ではどう解決をつけていいかわからないほどの大苦痛に転じてしまった実に田村教授は一人の女の顔に悩んでいるのだった元来田村教授という人は人の顔について鋭い感覚を持っていた 例えば新聞のニュース面で斎藤大使の顔を一目見ると彼は直ちにそれとよく似ているもう一つの顔をピックアップするのに鋭かった斎藤大使とよく似ている人があるがご存知ですかと彼はこんなふうに同僚の教授たちに話しかけるのであったさあ知らんですなあ。 大衆的なな有名な人物にですよ。どうもわからない一体誰にですこういう時ほど田村教授が得意な顔をすることはほかにない一段と声を張り上げて次のように言うであろうじゃあ言ってみましょうか松井水星氏ですよ。 あのパラマウントでマスター・オブ・セレモニーをやったりこの間アメリカまで渡ってトーキーに出演してきたりした水星氏にですよどうですははっなるほどそういえば斉藤大使の顔は松井水星くんそっくりのところがある無論彼にはヒゲがないけれどヒゲをつければそっくりだろう まだ他に似ている人がありますよ。と教授はまだその先を言うであろう。私の家の隣に松野和夫という人が住んでいますがね。何でも新青年の表紙を書いている画家だそうですが、この人も髭のない斎藤大使です。無論大使はむしろ痩せ型で、 松野氏はエロティックと申したいほどあぶらぎっていますが顔の系統としては同一ですよそいつが分からんければ人の顔の話なんかできないといったような調子にそれからそれへと顔の話がいつまでも伸びていって果てる時がない教授の趣味は実に人間の顔にあるのだった その田村教授が先ろから胸の中に一人の女の顔を持て余していたいつもなれば町の辻でふと一つの顔を思い出してもそれから次の街角に出るまでにそれは誰の顔だか言い当てたどんなに骨を折った場合でもまず3日以上もかかるということはなかった。 思い浮かべた顔の戸籍がはっきりしない間は気がもめもしたがその代わり大変楽しい時間でもあったそれはちょうど一つのパズルが与えられてそれをどう解こうかと楽しんでいる場合に似ている「なんだあの顔は7年前に中途退学した K という学生の顔じゃないか」という具合に 彼は膝をポンとたたいて謎をついに解き得た喜びに陶酔するのが常だったところが例の女の顔だけはどうにも手がかりがないもうかれこれ半年になるというのにその女を見た場所も思い出せなければ年代も全くわからないのであった謎は解けてこそ面白い 永遠に解けない謎というのが本当にあったとしたらこれくらい面白くないものはないであろうこの場合は正しくその異例のように思われた謎の女の顔はこの説では教授にとって講義や研究や過程よりも第一の問題だったいや第一の問題などというよりもこのごろ教授の24時間は 謎の女の顔で一部の隙もなく占領されているといった方が当たっているかもしれないったあの教授は他に人けのない研究室の中でパイプをくゆらせながらこのごろではすっかり口癖になってしまった言葉を吐き出した「どこであったか」。それがれがわかば、 半年こっち苦しんだ問題が立ちどころに解決するのだしかし全く無駄なことだ180日もわからなかったものが181日目になったといって急においそれとわかるものではない何か手がかりはあるまいか一向にないいやあるぞたった一つあるぞ それはその女の顔の記憶だそうだそれを忘れていたその女はどんな顔をしていたかそれが唯一の手がかりであろう彼はまじまじと眉を寄せてその女の顔つきを復習した何でも体が大きくかなり肥えているふうだった その上に乗っていた顔は人並み以上の立派な輪郭を持っていたように思う目は細い方だった眉は薄い方で鼻筋はきりりと通っていた唇はむしろ小さくない方だったがその代わり印象的だったやや重長な,な顔で色は抜けるように白かった 年の頃は少しはっきりしないが少女ではなく成熟しきった女性であるむしろ自分の方が圧迫されるような女だったさあ誰だろう目を閉じてじっと念じているとその顔が空間にありありと浮かんできたその女の顔はにやりと唇を動かして笑う その笑い方が何とも言えないほど魅力がある実は実は昨夜もその謎の女を夢に見た私はその女と夢の中で会って話をしていたお前は誰だと聞けばよかったのだがそんなことはしないでしきりと愛部を交わしていたのだった夢が覚めてこれはしまったと思った 再び眠ってみてももう今の夢の続きを見ることはできないそれは大変惜しいことだったその代わり謎の女の夢は教授に対して一つの強い刺激を残していったなんとなくエロティックな女だエロティックで年までということが 教授の心をひどく揺すぶった。彼はこれまでをすこぶる金言に暮らしてきたけれど人生も四十を五つも過ぎていよいよ青春とお別れの主配を組み交わさなければならぬ年齢に達していた彼は今まで抑えきった邪念が好きさえあればこの最後のチャンスに猛然と飛び出そうとしているのを感じないではいられなかったその折も折り かの謎の女性の顔は彼を見てニヤリニヤリと薄気味の悪い笑みを投げかけるのだったエロティックといえば何か女との交渉がこれまでになかったかどうか教授は数の少ない異性との交渉につき一つ一つの過去へ遡って記憶の糸を引っ張っていったおお これらしい。教授は南海の鍵がガチャリと回ったように感じて思わず大きい声を立てたそれは昔の一つのエピソードだった彼は慶中学の上級生だったが彼の下宿へ近所の年上の娘が算術と英語とを習いに来ていたことがあったそれは 彼が多分18歳ごろのことで相手の女というのは2445でまだ独身だった学科の講習は自分で持ちかけたものではなくもちろん向こうから下宿の女将を通して頼んできたものだったその女は習いに来るときはなんだかピカピカする着物を着て今から思うと大島だった プンプン香水の匂いをさせていた習いに来るたびに上等のお菓子を紙に包んで持ってきてくれたその女は「私は近頃太ってしようがない」などと言ってはある時は大胆にも衣服を膝の少し上までまくって見せたりしたしかしその時彼はまだ18歳の少年だったので大して心も動かさなかった 教授はその女の顔が例の謎の女にそっくりであることを発見して一時は重荷を下ろしたように思っただがその喜びはまだ早すぎた顔立ちはなるほどよく似ていた色の白いところ目が細くて鼻筋の通ったところはそっくりだったしかしその女の唇はカエルのように薄っぺらだった 例の謎の女の唇はずっと厚ぼったくてトロトロした色っぽさがあったその上にはっきり違うところは笑い方だった下宿へ来た女はそんなふうにニヤニヤと笑いはしなかった溶けたと思った鍵はついに空回りをしたにすぎなかったそれでもないあの顔の女は何者だろう 教授は改めて考え直した。何でもその女は何か盛んに彼に話しかけたことがあったその小羽さえはっきり浮かび上がってきた上品ではないがコクのある声だっただが何を教授に話しかけたかそれは大変非近な話題らしいことは思い出されるが会話の内容に至っては一つも思い出せない。 何でも話をしたことはかなり頻繁にしたはずなのにもかかわらず不思議なことに内容が一つも残っていないのであった不思議な女だそんなに慣れ慣れしくしたくせに別に自分とは恋愛的交渉があったような記憶もないとは一体どうしたことだろう慣れ慣れしさから押してゆくとどうしても相当深い交渉がなければならないのだが 田村教授はクラクラする額を押さえて立ち上がったそしてパイプを口にくわえ無勇描写のように目を閉じたままで室内をふらふら歩き出した彼の足取りはまるで広い野原の上にさまよっているように見えたがガタリ大きな物音がして 靴の先がなんだか硬いものを蹴飛ばした。はっと気がついて目を開いてみると、小棚に衝突してしまったのだった。その小棚の上には目と同じ高さに大きな青インクの瓶が乗っていて、その瓶の上に教授の疲れたような顔が浮かんでいた。その瞬間にパッとインスピレーションが働いて、 今まで散々思い出そうとして努めてついに思い出しえなかった例の謎の女の正体がはっきり解けたかの女の生活していた背景までが同時に思い浮かんできた全く不思議なインスピレーションだったあああの女か何のことだ 分かってみれば拍子抜けだ。教授は深い吐息を持って詠嘆した思い出してみればそれは何でもない女性だった別に甘いロマンスの相手というわけでもなくお互いに手の温かさに心臓を躍らせたという中の女でもなかったそれは彼が高等学校時代にしきりに紙だのノートだのをもらいに行った 近所の小学校前の文具屋のおかみさんだったそのおかみさんはそのころ少年であった教授をお客さんに迎えてせいぜい元手のかからないお愛想笑いをしたに過ぎなかったただ最後に一つこんなことがあった今その棚の上に並んでいるような大きなインク瓶をそのおかみさんが彼に大変安く売ってくれたことがあった それは長年のお礼のため破格の大割引で売ってあげるのだと言ったその言葉には一向承人らしくない情けがこもっていたそれもそのはずかのおかみの店は大きいインク瓶を売った日を最後として廃業するのでそれでお名残の言葉と笑顔とを少年に送ったのだった 不思議のうちに受けた豊島女の生還は21年経った今日当時の少年の胸にはっきり蘇ってきたのだった春を思うようになったのはあの頃からではなかったろうか教授は消えたパイプにマッチの火を近づけながらふとそんなことを考えたのだった 2人形のお顔昨日は朝から雨が降っていました雅子ちゃんと美代子とがお人形ごっこをしました僕も入れておくれよと言いますと男の子はお人形を持っていないからだめよと言いました 見ていると、まさこちゃんとみよこうとは、おかあちゃんの,兄弟の引きょうだいのひきだしから、白いやらかい紙を出して、そのなかにまるいビーだまをいれてつつみ、お人形の首をこしらえました。それから、赤や青のおりがみで、 そくびにきものやようふくをきせいちばんしまいにくびにかおをかきました「ぼくだってそんなものできないと」「しろいかみやおりがみをつかおうとしますとおとこはつかわせないといじわるをいいます」 ぼくはくやしかったががまんをしましたぼくだってそんなものできないといいますと「じゃあつくってごらんなさいできたらあそんであげるわ」と申しましたそこでぼくはなんとかしてつくろうと思いましたが いいものがしかたがないのでふるいしんぶんでつくることにしましたあたまはしんぶんをちぎってまるめそれをまたしんぶんのちいさいかみでつつみましたそれからくびですその上に 新聞の着物を着せました。帯も新聞を細く切って作りました。やーい、どうだ、できたじゃねえかと申しますと、まさこちゃんとみよこうはにらむように見て、嫌な顔をしました。 へんなおにんぎょうだわ。かおがないじゃないといいました。それではと、お人形にんぎょうにめやはなやくちをかきました。やーい、できたじゃないかとみせますと、こんどは、あら、いやだ。くちがさけているじゃないの。 第一「そんなカボチャあたまじゃねかすこともできやしないわ」といいましたなるほどかおをかくときにたいへんかきにくかったぼうずあたまをつくってくびのところがしわになってよこにながいくちはしわのところでさけてしまうのです 身をこうなんかはどうしているのかとそっとみますとおにんぎょうのくびはひらったくこしらえてありますそれはへらべったいビーだまをいれてあるからですですからかおがひらったくてまんまるですですから 顔を描いてもきれいに描けます。僕もへらべったい顔を作ろうと思いました。しかしビー玉も持っていないので、なんかへらべったいものはないかとおもちゃ箱を探しましたが、なんにもありません。 お母ちゃんのところにないかしらんと思ってたんすのそばへいってみましたがなんにもありませんだいしてうえのひきだしのなかをさがしてみますとおとうさんのオーバーのおおきなボタンがひとつありましたこれはしめたと思った ってそれを持ち出しましたそれを使ってお人形の首を作ってみましたがなるほどうまくへらべったい首ができました顔を描いてみますと線よりうまくできましたそこで前の人形の 着物をぬがせてきせかえそしておびをしめさせました「やーいできたじゃないか」といいましたまさこちゃんと美代子とはかおをみあわせておりましたが「たったひとつぼっちじゃないの」といいました 代子たちは二つずつこしらえています。ぼくはいまいましかったががまんをしました。そしてもっとつくろうと思いました。それでまたボタンのようなものはないかしらとおかあちゃんのたんすのところへいって。 またふみだいをこしらえてなかをさがしてみましたしかしもうボタンはありませんでしたちいさいきりのはこのなかにぎんのたまがふたつはいっていましたがこれはたまですからやくにたちません ほかによいものがないのでこまっていますとひとつのサックがめにつきましたなかをあけてみますとかねのわがでてきましたきんいろにピカピカひかっていておまけにキラキラするガラスだまのようなものがついていました そのガラス玉はピカピカの輪から出っ張っていましたから邪魔です引っ張って取ろうとしましたがなかなか取れません仕方がないのでそのまま使うことにしました輪ですから新聞の小さい紙で包むと 「ボタンをつつんだとおなじにへらべったいかおができました」「ボタンをつつんだとおなじにへらべったいかおができましたがキラキラひかるガラスだまみたいなものがこぶのようにでっぱってかたちがわるいのでやんなっちゃいました」やっぱ やっぱりダメかしらと思いましたがそのうち気がついてガラス玉の方を首の付け根の方に回しましたところ頭のたんこぶがなくなりましたその輪の入った首で二つのお人形を作りましたやーい ふたっつもできたぞとみよこうにいいますとみよこうはまたにらみましたそしてふたっつぐらいなにさあたいたちふたりでやっつもできているわよビビーだといいましたぼくはしゃくにさわりましたのでやっつもできい が何だいこっちはふたつだけれどつよいぞといいましたそうするとみよこうはあーらおにんぎょうですものつよいもよわいもないわかずのおおいほうがえらいのよといいました僕は だいなんだいといいましたするとみよこうはぼくのにんぎょうがじどうしゃのうんてんしゅになるのならおなかまにいれてあげてもいいわといいましたぼくはうんてんしゅなんかやだいこっちのふたりはりくぐんたいしょうだぞ おんなのにんぎょうなんかまかしちゃうぞといってやりました。すると、なんだいしんぶんのにんぎょうなんかみっともないわといいました。みっともなんかないやい。りくぐんたいしょうだからつよいんだぞ。やいとむかっていきました。 みよこうたちは、ひどいわひどいわ、おかあちゃーん、きよぼうがわるいんですよと怒なりました。ぼくははっとしててをひっこめましたが、おかあちゃんのこえはしませんでした。なんでいなんでいとぼくのりくぐんたいしょうは、しんぐんしました。 そしてひぞくのおしろへはいっていきましたみおこうはおこってぼくのにんぎょうをつかんでなげましたぼくははらがたちましたそれでかたきうちだというのでひとりのひぞくのくびをぬいてしまいましたくびはすぐぬけました しろかったのでひとりのこらずてきのくびをぬいてしまいましたみよこうとまさこちゃんとはわーわーなきだしましたこれはすこしかちすぎたなと思いましたそのときあめがあがったとみえてまどのそとにひがてりだしました ぼくはないているひぞくのたいしょうをそのままにしてそとへあそびにでましたゆうがたになってぼくたちはごはんをたべましたこんばんもおとうちゃんはかえってきませんおかあちゃんにきくとおとうちゃんは 何か御用があるのでしょうよと怒ったように返事をしました。ご飯がすむと僕たちはまもなく寝てしまいました。三代子はもうお人形のことで怒ってはいませんでした。それはいつごろだったかわかりませんが確かに夜中ごろ 妙な物音に目が覚めがました。何かなくようなこえがするとまたべつのこえでなにかうなりますなんだろうと思ってこわくなりだんだんめがさめましたさめてみるとそのみょうなこえはおかあちゃんとそれから いつのまにかかえったおとうちゃんのこえでしたなにかはやくいっているのでぼくにはなんのことだかよくわかりませんおとなはよくこどもにわからないことばをつかうものですいつかまさこちゃんもそういいましたお母ちゃんが、 ダイヤがダイヤがといってヒーと泣きましたお父ちゃんがなんだか叱りつけましたお母ちゃんがあんなものをもちだしてカフェの女なんかをどうとかであとは泣いてわめきましたお父ちゃんは 「いつまでもバカなことを言うとぶん殴るぞと怒りました。お母ちゃんは、ええ殴りなさい。命よりも大事なダイヤを持ち出すなんて、あなたは鬼よりもひどいと言って、またわっと泣きました。 お父さんはしょうがないやつだとためいきをつきましたおとうさんとおかあさんがけんかをしているのだほかのひとではないということがわかるとぼくはあんしんしましたダイヤというのはなんのことだかわからないけれどぼくのしと たことではないらしいので、どうでもよいと思いました。するとまた眠くなって寝てしまいました。それから今朝になって僕たちは起きました。お父さんとお母さんは何にも喋りません。お父さんは黙って。 出て行きました「そらはよくはれていました」「ぼくはいちにちへいたいごっこにいれてもらってあそびました」「ゆうがたになるときゅうにそらがくらくなってごろごろさまがなりだしましたのでいそいでおうちにかえりました」 せっかくのくうしゅうがダメになりました。つまりません。なんかあそぶものはないかと思ってみましたがなんにもありません。ただおもちゃばこのなかにきのうぼくのつくったしんぶんがみのおにんぎょうがふたつころがっていました。 どのお人形のにんぎょうのくびもニューッとぬけていますみよこうたちがくやしがってぬいたのでしょうぼくはそのぬけたお人形の首を手にんぎょうのくびをてにとりましたちゃんちゃんぼうずのようなかおですいまにもなきだしそうです ぼくはそのくびをばらしました。なかからピカピカするきんのわがでてきました。もうひとつのくびもばらそうとした時入口ががときにいりくちのこうしがガラとあきました。どうもひどいかみなりだといっておとうさんがかえってきました。 「ぼくはおみやげおみやげ」といいながらとんでゆきました。みよこうが「おとうさんおみやげあるの」とぼくよりさきにとびついてゆきました。するとおかあさんがあなたおかえりなさいといってでてきました。おとうさんは「なんだ」 「そとはおおわれでうちはせいてんだね」とわらいましたおかあさんは「あのあれがみつかったのよごめんなさいね」とちいさいこえでいいました「なんだでたのかそれみろいわんこっちゃない」 「どこにあったとおとうさんがききますとおかあさんはそれがふしぎなのですがタンスのまえにころがっていましたのよ」といいました「じゃあおまえがおとしたのかね」ときかれてい,いえそんなことはありませんあさはたしかにタンスのなかにあったのです」 それがよるになってなくなったのです。あってよかったけれどふしぎですわ。きみがわるいとおかあさんはいいました。バカ。こどもがもちだしたんだろうとおとうさんがいいました。いいえちがいますわ。こどもがあんなところまでとどくものですか。 と,いうとおとうさんはおおきなこえをだして「うんこれはやっぱりぬすまれたのだ」はんにんがあそこのまどからほりこんでかえしたのにちがいないといいましたおかあさんは「そうでしょうか?」 「やっぱりとられたんでしょうか?」「いつのまにとられたんでしょう」といいましたおとうさんはいまはどろぼうもりこうだからあのまどからながいどうぐをさしいれてたんすをあけたにちがいないたんすのばしょがよくないから もうすこしうちにいれようといいました。おかあさんは、でもかえしてくれてよかったわ。あしたはおいわいにごちそうするわ。あなたもなにかいわってください。こどもたちにきものをいちまいかってやってください。 ぼうもほんとにおとなしくなって「ほらきょうもみるとこんなおにんぎょうをしんぶんでこしらえてあそんでるのよ」「ほほほ」とぼくのつくったくびのないおにんぎょうをさしあげましたそのときおかあさんのゆびにピカピカする輪がかった 「それはお人形の頭にんぎょうのあたまにいれてあったものでした」「おとうさんはぬぎかけたシャツのあいだからかめのこのようにくびをだしてこっちをみました」「そしてえんぎでもないくびのないにんぎょうなんかつくらせるなよ」 とにがわらいしましたぼくはおにんぎょうのかおならあのゆびわですぐつくれるよといようかと思いましたがやめにしましたしんしつのかお 私立探偵穂村総六の事務所にその日は朝っぱらから夫人の来客があった年の頃は2十4 5かと思われるなかなか美しい若夫人だったあっ穂村先生と夫人は一旦腰を下ろした椅子から急に飛び上がって叫んだ何か非常に心をいら立たせているらしく見えた 穂村は物慣れた調子で無言のままに椅子を進めたああ私と夫人は素直にまた椅子に戻りながら私あのお医者様へ参るつもりでございましたのそれがそれがいつの間にか先生のお部屋へ通っていたのでございますわいやそれはよくありがちのことですよ とむらは意に留めていないことを相手に信じさせた上で「しかしこれもご縁があった結果と存じますからご用がなくともしばらくここにお休みになってはいかがです?」と言った穂村の和やかな言葉は若い夫人の心を落ち着かせるに十分だった私やっぱり先生に聞いていただきたいですわ。 最初はそう思っていたものですからやっぱりそういたしますわあの聞いていただけますどうぞムラはシガレットケースから1本のホープをつまみ出すと口にくわえた若い夫人はこの探偵がタバコを吸うのに夢中になっているのだとばかり思っていた私神経衰弱かもしれないんですの。 でももしかするとそうでなくてやっぱり事件の中に私が巻き込まれているかもしれませんわ実はただいま大変気になることがございますのよと若い婦人は初めて問題の事柄について口を開いたのだったムラは静かに支援を吹いて若夫人の言葉に聞き入った 咲子というのがこの若夫人の名前だった咲子夫人は有名なる音楽批評家須山二郎氏の愛妻だったそれこそ今も社交界の話題に残る狂連事件のヒロインだったその咲子夫人は夫須山氏に貸し付くというよりもむしろ貸し付かれているといった方で 世間からはことごとく羨まれ何一つ不足のあろうはずのない豪奢な生活をしていたしかし結婚してからこっち4年の月日は過ぎて2人の関係はやや新鮮味を失い始めたように思われてきたそれは世間によくある倦怠期を迎えたからであろうと思って別に怪しまなかったところが近頃といっても一月ほど前から 夫の態度に少し腑に落ちない点が現れたのだったそれは夫が遠慮深くはあるがなんとなくそこから燃えるような情熱を夫人の上に向けるのを感じたのだった何がそうさせたか夫人はいろいろと心当たりを思い並べてみたがこれぞと思うきっかけらしいものを発見できかねたただ一つ気になればなるというのは 夫の親友の木内章介という彫刻家が近頃一向来なくなったということだった木内は夫と小学校時代からの親友だそうである時はソーセージじゃないかと言われたくらいいつも仲良く手をつなぎ合っているのを羨まれた事実2人要望こそ違っているが背丈も肉付きも皮膚の色も兄弟のように似ていたせいであろう 佐紀子夫人は夫とこの木内との両方から思われたのだったが結局夫の勝利となったのは前にも言った通りである普通なら負けた方の木内のような立場にある者は2人の結婚を境として寄りつかなくなるのが例であるがしかし木内は平然として2人の家庭を訪問し1人の女を間に争ったことなどはもう忘れてしまったかのような顔つきをしていた それほど円満な中の親友木内が急に消息を絶ったことは何かしら気になるというのである咲子夫人はこの2つのことが気になって仕方がなかった気にすればするほどひどく気になってきたあまり気にかかるものだからこれはひどい神経衰弱症に陥ったのであろうとも考えたまた一方 それが神経衰弱ではなく事実腑に落ちないことがあるのだったらこれはまた大変だと考えたいずれにしろ腑に落ちないことが何とか腑に落ちるようになれば問題はどっちであっても解決がつくように思われるので穂ラの援助によって腑に落ちさせてもらえまいかという咲子夫人の嘆願だったいかがでしょう見込みがお付きになりました 見込みはいずれつくでしょう。だがただいまの方程式の数をそろえるために穂村は津山邸の探索に取りかかった引きんだけれどそれが一番手近のことだったちょうど主人が確実なる座談会に招かれるその日ちゃんと手はずを決め夫人の手引きで邸内に潜入した。 夫人の神経衰弱か、か。それとも怪事件か婦人の脅迫関連の方はありそうなことだが一方木内失踪事件は前後の事情から考えて大問題だったムラはまず須山の部屋に入って白い鹿革の手袋をつけると机の周りや棚や引き出しの中を注意深く。 そして風のように素早く調べていっただが探し求めるものは見当たらなかったと見えてやがて腰を上げると壁を静かに叩いて回った寝室も覗いたシングルのベッドが2つ並んでいて須山氏の方には白いケンプがまた咲子夫人の方には桃色のケンプがかかっていたその寝室は、 いずれもまあたらしかった奥さんと穂村が夫人のほうに振り向いていったほう、はあ、ダブルベッドはお嫌いですかほう、はあ、と夫人はちょっと顔を分からめていええ、結構でございますわ実はこの間までダブルでございましたのよところが タクがシングルにしようというので新しく買い替えたのでございますそうですかどうりでこの部屋にベッド2つは狭すぎますねムラはにっこりともせずに言ったしかし寝室にはそれ以上ムラの心を引くものが見当たらなかったらしかった最後に茶の間へ入ったそれに下の真四角なテーブルなどが配置されて どこの家の茶の間にもある風景と同じだった。穂村は失望の色を浮かべながら顔を上げてふと壁画に目をやった。おほうと言って穂村は唇をピクリと震わせた。こらデスマスクですな。<laughs> と夫人が笑いだした。 おかかしいですかどうしたんですまあごめんがすませ。いえそれはデスマスクではございません。生きている人のマスクでございますのよ。ああそうですかそれは失礼を。してどなたのですかタクのマスクでございますわ。それは。と言いかけて夫人は。 と顔色をこわばらせた。それはそれはあの失踪しています木内さんが作りなすったものなんですが「デスマスクでなく幸いだね」などと冗談をおっしゃりながらそれを作りなすったんですのよそうですかちょっと拝見してみましょう。は、 壁間から木内章介の作ったというマスクを外してつくづくと眺めたのだった材質はブロンズで肉白の製麺だった製麺というのは顔の上に直接石膏をたたいて原型を作るという式のマスクのことであるマスクにはお面のように耳の辺りに紐がついていて壁間の釘に引っ掛けるようになっていた穂村は 深くマスクの表をよく改めると今度はひっくり返して裏面を調べたそっと鼻の先を近づけては犬のように匂いを嗅いだり虫眼鏡を取り出してはへこんだところを丹念に覗き込んだりしたそれから立ち上がるとマスクのかかっていた壁間を横から透かしてみたりそれが済むと壁の下の方を調べ そこについている書き傷のようなところを1つ1つ指先で触ってみた。炎のお顔は飛び出そうとする。シェパードのように輝いてきた。奥さん。とほむらは背後を振り向いていった。このマスクは壁から外すようなことがよくありますか？いいえ、そんなことはございませんわ。 お掃除の時に畑で持って上からポンポンやるくらいのことですわそうですかムラの目はキラリと光った彼はマスクのほこりが表面よりも裏面の方においてきれいにぬぐわれているのをすでに発見していたのだった夫人の答えが本当とするとそれは理屈に合わなかったそれから奥さん さっきベッドルームを見せていただきましたがあそこをもう一度見せてくださいませんかさあどうぞムラは何を思い出したものかダブルベッドのある寝室に取って返した彼はまず入り口のところにある電灯スイッチをオンの方へ入れてみたスイッチがカチリと音がしただけで天井の真ん中から下がっているブラッケットには 明かりがつかなかなった電灯がつきませんね奥さんはあオムラはつかつかと室内へ入ったが壁板の上に取り付けてある古風なスタンドを見つけた彼はそのスイッチに手を伸ばしてカチンと引いてみただがそのスタンドもどうしたものか明かりがつかなかった こっちもわかりがつきませんね。ほう、はあ、と夫人は言った。あの近頃たくは寝室が真っ暗でないと眠れないと申しますので。近頃？近頃ですって？ええそうなのでございますよ。ああそうですか。そうでしょうね。 は大きくうなずいた「奥さんあなたの神経衰弱を治す方法が見つかりましたよ」「勇気を出して今夜やってごらんなさいまし」そう言ってムラは夫人の耳元に彼の口を持っていったその翌日夫人は青い顔をして穂村の事務所を訪ねてきた「いかがですな?」 あの方法の効き目はとむらはシガレットケースの方へ手を伸ばしながら聞いた。効き目はと夫人は唇を震わせていった。効き目は終わりでした。おっしゃった通り私は神経衰弱でなかったことがはっきりわかりました。しかし私は。 昨夜、寝室で恐ろしいものを見てしまいました。一体あたくしはどうすればいいのでございましょうか。ああ、あたくし。夫人は激しい声を立ててテーブルの上に泣き崩れた。奥さん。と、ホムラははっきりとした口調で言った。私は一個の探偵です。ご依頼の事件を解決しさえすればよいのです。 奥様の生活の内容にまで立ち至ったご指導は遠慮いたさなければなりません。お分かりでしょうね。明かり禁断の寝室で発見なすったご主人の顔がまるで違っていたので驚きになったことでしょうが、その驚きはご主人がすっかり弁明されたことと思います。壁にかかっているマスクが壁飾りの役を務める以外に夜明け近くになって ご主人の顔をきちんと整える面型になっているという重大な役目を務めることを初めてお知りになったことでしょうそうです今のご主人は顔面の皮膚の下に多量のパラフィンを注射していらっしゃるだから夜寝ると顔が枕に押されて崩れるのですだからあの面型が必要なのですしかし なぜ多量のパラフィンを注射なさらなければならなかったかパラフィンを引き去った後の新章の顔の持ち主は誰であるかこれは重大な問題ですもっともこの問題は昨夜のうちに奥様にはお付きになっていることと思いますそれでもお望みとあらば解決して差し上げんでもありませんがまあ一つお帰りになってよくお考えの上必要あらば 改めてご相談願うことといたしましてはいかがかと存じます。その時は別にある殺人事件をも公にしなければなりますまい。では奥様、そこまでお送りいたしましょう。さき子夫人は黙って立ち上がると、深い感動の表を穂村の前に下げて、静かに部屋を出て行った。炎は、 探微暴録のあるページを開いてそこに書いてあった鉛筆の走り書きの上に黒々と墨を塗ったその文字はもう誰の目にも分からなかったが実は次のような公式めいたものが書いてあったのだ A 音楽批評家 B 彫刻家 CA 夫人 B プラスパラフィンイコール A ダッシュニアリーイコール AA ダッシュノットイコール A4 長夜の秘密秋の夜は痛く吹けたかしましく鳴いていた虫の音が いつの間にやらキレキレになったそれに代わって秋雨がシトシトと音を立てて降り出した茶の間の時計は間もなく12時を打つであろう静子は夫よりも一足先に寝室へ入るために長火鉢の脇から立ち上がった「おい。 下の四角なテーブルの陰に肘を曲げて居眠りをしているとばかり思っていた夫の陽介が呼んだ。うん。静子は返事をしながら美しく言った曲げにそっと手を当てた。陽介はムクムクと起き上がって長火鉢の前にどっかりあぐらをかいた。ちょっと座れ。話がある。 そういった夫の声は常にもなく上ずっていたまあ、何ですの静子は少し薄気味悪く思いながらそのまま下に座ったねえ、しーちゃんまあ、しーちゃんなんて夫が彼女を呼ぶのはいつも老いに決まっていた シーちゃんなんて呼ばれたのはもう何年か前の娘時代のことだった。そう早く驚かなくともいいよ。早くですってあなたは今夜どうかしているわ。どうかしていることを今夜になって気がついたのかね。まあ、いや。よしてちょうだいよ、脅すなんて。あはは。 脅すはよかった陽介は君の悪い笑い方をしたしーちゃんにはまだ分かっていなかったのかねあなたひどいわよ変なことばかりおっしゃるのねあたしお先に寝たよしずこが体をくねらせて立ち上がろうとするのを陽介はむずとそのたもとをおさえたお待ちよ このままじゃ寝ても寝られないよ。話があると言ってるじゃないか。いやね。しずこはしぶしぶと腰を崩して座った。嫌なことはないよ。しーちゃん、君はこの俺を一体誰だと思っているんだね。誰って、あなたじゃないの。と軽く言ってのけた。 その俺がさ、木原洋介だと思っているかいそれとも、洋介でない別の <laughs> あなた酔っ払ってるんでしょなんとか言うが、そろそろ恐ろしくなってきてね。いいかい俺の顔を見て返事をするんだ。お前の前にいるのは、 はたして本物の木原洋介かと。静子の前に、夫は顔をずっと突き出した。どうだよく見るんだ。こんな顔を見たことがあったかいよく見るんだぜ。はっ静子は何を見たのか 驚きの唇に手を当てて、つと身を引いた。ほら、ほらほら、やっと気がついたらしいね。もっとびっくりするものを見せてやるぜ。ほら、こっちを見るんだ。彼は右手の指をいきなり鼻柱にかけると、ぎゅっと力を入れた。鼻は押しつぶしたように指跡がへこんだ。 陽介の人相ががらりとかわったおお<ら>きなこえをだすなよそればかりでおどろくないいかまだあるほらこれをみるんだそういってかれはひりのめのしたをぎゅーっとおしたするとそこのところがおおきくポコンとへこんで 左目がパクリと赤い目を向いた美男の陽介の顔はなくてただ化け物のような顔があったしず<ー>子は後ろへ飛び抜いておののく体を壁際にぴったり押しつけた「どうだこれがお前の夫の陽介だというか」 そういかれのこえはすっかりべつじんのこえにかわっていた「<laughs> いいざまだあたりにひとはなしよはふけているしーちゃんそうこわがらないでこっちへこないか。 そう言って化け物男はブルブル震える手を静子の方に伸ばした静子はもう死んだようになって近づいてくる蛇のような手を見つめていた後になって静子が女学校時代から姉妹のようにしている親友にちょっと漏らしたところによると「うちの人はそりゃあ変わってんのよ」夜が更けてくると きっと第一に竜美術を施してある花を潰してみせるのよ。それから戦争で砕かれた頬骨の後に入れてあるパラフィンを指で押してギュッとへこませるのよ。そんな変な顔になって私を怖がらせて、それで喜んでいるのよ。変わっているでしょう。と言った。だがしずこは、 むしろ自分がこの恐怖を進んで夫に要求したほどの変質者であることや、それが寝室に入る前の彼ら夫婦の準備費義であることについては、一言も漏らしはしなかった。